学装戦機メタルウォーカーは1998年にカップコンから発売された携帯育成ゲームである。1999年には月間コロコロコミックで漫画化し、同年にゲームボーイとゲームボーイカラーの共通ソフトが発売された。タマゴッチやデジタルモンスターなどといった携帯育成ゲームの流行の中、 カップコンが企画し発売したマンポ系タイプの液晶電子ゲームである。これまでのものと違い二つの画面を持っており、育成画面とマップ画面が存在する。歩いてマップを移動することにより敵と遭遇し、戦闘をしたり、コアを手に入れ機体を強化したりすることが目的である。デジタルモンスターのように接続端子による通信対戦が可能である。また、 企画や設定と試作品だけではあるが、敵であるメタルバスターを育成するものも存在する。カクカクした機体に物アイが特徴的な様々な戦闘用ロボットを開発していくミリタリー風の世界観を持ったシリーズである。公式イラストはロックマンシリーズなどで知られる小牧真介が担当している。メタルウォーカーはコアと呼ばれる金属を装填する。 ことによって様々な姿に変形する戦闘用ロボットである。また、各機体には形式番号が付けられている。メタルウォーカー初期、タイプランドタイプマリンタイプスカイタイプメタルバスター、形式番号はすべてメガバイトで統一されており、初期型から数字を一ずつ上げていく方式。ほとんどが様々な生物をモチーフとしている。メタルウォーカーメタルバスター形態機とは違い生物で、 ないものをモチーフにしたものも多く登場する。数が増えた分形式番号やレベルも携帯機とは異なっている。月刊コロ,コロコロコミックにて掲載。作画は青木隆をもともと前後編の短編として連載予定だったためかなりの急展開であった。単行本前一巻。あらすじ筋時は十一世紀末。倉間鉄とは父と共に新種の金属である。 コアを使用したロボットであるメタルウォーカーの研究のために連れられて引っ越すことになる。その旅路の途中でメタルマスターと呼ばれる凶悪なロボットに襲われ、父と離れ離れになってしまう。鉄とは父の開発したメタルウォーカーであるメタボールと共に父を探す旅に出る。登場人物あラスジ少年、クラマテツとはある時錆びた島ラスティッドランドに降り立つ。 コアの研究者である父、鉄を手伝うためだ。しかし凶暴なメタルバスターに襲われ、父親とはぐれてしまう。コアのあるところに、父親が現れると信じ、鉄とは相棒メタボールと共に旅立つのだった。登場人物漫画と同じ人物が出てくるが設定が、異なっている彩色済みフィギュアが、コスモランドより発売されていた。ありがとうございます。